はい、山本ということでねあの今日お話をしていきたいなと思っているのは小池合子さんの件なんですけどねあの、まあ、外事系メディアでねこう政治系 YouTuber がその、まあ、報じたとこによるとってことこう書かれてそんなこと報じたやついるのかなと思ったら自分のこのね <laughs> YouTube チャンネルだったみたいな話があってなんだ見てんのかい,いとか思うながらねこうちょっとびっくりしたんですけどね、まあ、いろいろな人たちがいろんなこと言ってるなというところで、ね、私のような人間がこう喋っている内容をこう参考にしている人がいるんだなということを思ってですねまあ、ちょっとね心がねやけになられる気持ちになりますよね。 哎。<laughs> このね、ネタを取るというふうに思いいますねということで今日お話をしたいなと思ったのは小池恵梨子さんの件それもねあのちょっとこう、まあ、一部スポンジがね、えー、30日自人説っていうのを流してですね、まあ、それはそのこう小池恵梨子さん本人というのはその周辺の関係者の人たちが怒ったっていう話ですねでこれまあちょっとねあの、まあ、正直申し上げると3週間テレワークやってたんですよでテレワークやってたっつってもです、ね、都庁の人たちに聞けばねあの、まあ、あの小池さんこうほとんどね、えー、出てこないということでですねあの、まあ 問題だよねって言ってる人も少なくないわけですよね。で、ぶっちゃけこう、まあ石原慎太郎さんの最後の方もですね、まあ週に一回ぐらい、そう、登頂しなかったっていうことを、まあ言ってる方がいてですね。まあ、それはそのね、いろんな方も証言されてますし、またその、それでもなんとかなるように、こう、都庁もですね、非常にこう、石原体制。 ててですね。まあその点でいうとそのまあ持ち図持たれつというかね。まあ石原慎太郎さんの都知事の椅子にこうどかって座ってまあ何かあった時俺に言ってくれとでまあね日頃の都庁のね運用に関してはそのまあいろいろ各局長とかねそういったこうあの副都知事以下頑張ってやってくれればいいよということでね <laughs> うまい具合にこう回っていった部分があるんですちょっと小池百合子さんの場合はですねちょっとやっぱちょっと毛色が違うわけですよね。 なのでそのやっぱ何週間も登聴もしないでえご自宅からテレワークしてですねでテレワークの中にもですねなんか分かったのだ分かってないんだかというような感じでこう話をしいるとですねやっぱり皆さんこう気になるわけですねどさわさわするわけですよ。さわさわするにあたってもですねその石原慎太郎さんのときと小池百合子さんのときというようなことでまあ言っているのはやはりそのオリンピック前のねえ特に石原慎太郎さんがおられた東京というのはその健全財政のですねまさに大東京の頃の盤石なあの都庁だったんですね。 まあそういった点でいうと、そのこうまあね、都税のことも含めて考えると、ですね、まあ、国に召し上がられているものをどうやって返,そうか返してもらおうかみたいなことも含めて、ですねある意味その、もうある意味都が支払体制の中でやってた頃っていうのは、まだこう、ねえー、自信を持っていろんな施策をそ自分たちの財力でできるっていう、そういう,こうところからスタートしたですね。他方で,でその小池百合子さんの今の,その途中に関しては、別に小池百合子さんが悪いわけではないんですけれども、まあ、結果的にそのコロナウイルスが来てしまったりとかです、ね、東京オリンピックがあってみたりとかです、ね、えーまあ、いろんな形で、その 東京都の財政という点で言うと非常にこう厳しい状態にこうのうの落ちていっているわけですよね。でそれというのはやはりその、まあ、小池さんだけの問題じゃないんだけれどもいわゆるその休業保障とかです、ね、もしくはそのいろんな都のです、ね、女性事業とかまさにオリンピックのことも含めていうといろんなお金を使っちゃった。 で使っちゃったので、それこそ1兆円以上の、ね、準備金があるよと言ってたお金に関してはです、ね、まあ、急激に枯渇をしてきているような状態ですねと、でこれは本当にこう、まあ、小池さんだけの問題じゃないって、なぜ強調するのかというとです、ね、じゃ他の人がね、えー、都知事だったときに、じゃ同じようなことをやったんじゃないかって僕なんかは思うわけですよ、で別にそれは、ね、誰か他のね、えー、都知事がどんどん出てきてです、ね、じゃそのあんたコロナ対策をやんなさいよって言ったときやっぱり休業補償もしなきゃいけないだろうし、感染症対策のね、いろんなチームを組まなきゃいけないだろうし、 でかといってこう、こちらでは、ね、その国政の問題も含めて考えるとオリンピックをやらなきゃいけないしっていうそういうようなスタモンドの中でその、まあ、ある意味、激務の中で,です、ねまあ、国民の都民の健康を守るために何をしなきゃいけないかと考えればそれお金を使っているでしょうとそれはすごく同情するわけです。よねただ それがそれだとしても、やはりその昔と今とではその都の、ね、財政の状況も違うし、都の、ね、組織もやはりそのなかなか難しい部分があるので,です、ね、まあ、中がいろんな不満が出てくるわけですよねで。不満をやっぱり聞いてると、小池百合子さんの施政、まあ、方針というものに関してです、ね、あまり明確なものがないのだというところは、やはりそのコロナ対応の中身も含めてです、ね、まあ、非常にこう強いブレーキを踏まれたというところは、まあ、ある程度評価をしてです、ね、いけるにしてもです、ね、なかなか課題の多い都政だと。 ののかなってこととこはその過去を、ね、5年間を振り返るる感じるわけですよもちろん我々はね一番最初に、えー、豊洲市場のね移転の問題なんかも含めて見ていたので小池さん大丈夫かなと思って見てたんですけどもでもちょっとここに来てねやはりその体調不良だといって3週間以上ね、えー、具体的に盗聴もされないでですねああのまあ、やられてるのでは厳しいよねっていうふうには思いますねとでその中でやはりそのおこれ本当に大丈夫なのかっていう議論は出てきてしまいますでそれはあまあ我々もよく知っているところでもあるしあとその今回ね その一部報道でその小池百合子側近激怒みたいな話をされてです、ねまあ、ツイッター上でもねやいのやいのや,のやってましたけれどもです、ね、いやそのぐらいの風評立ちますってで実際その、まあ、あのこれあの簡単に言っちゃうとその東京都も小池百合子さんに万が一のことがあった時のために対策を考えておかなきゃいけないんですよ。で当然のことながらその、まあ、早期にね職を辞された時の対応をどうするかって検討してるのはそらく事実で。 でそれはやはりその、われわれもその辺はね、えーまあ、早期退陣をしたときに何が起きるのかって聞いていたし、あとさらにそれについてその、まあ、小池さんの側もそ,れあの、まあ、そういう対応されていること自体を多分承知もされてたと思うんですよね。で、それは本当にそのお、これは本当にこう、ね、組織として当然、都庁が、ねえー、考えなきゃいけないことですから、その都庁としてどういう対応をしていくのかっていうことを踏まえて、えー、いろんな判断を各シナリオに沿って、えー、なんとなく日程も含めて打っておくというのは大事なことだと思うす そういった点で言うと11月30日かどうかはともかくとして万が一年内辞任ですみたいな話に,本当になってしまった時にやっぱりそのじゃあいつ頃にね都庁都知事選挙ができるのか、まあ、一番現実的な点で言うと、まあ、1月6日は難しいが1月13日の告示の1月30日投開票じゃないのみたいなことそれは出入りしてる我々でさえ知ってるわけですよでそれをその小池百美子さんの側近の人たちは知らねいはずがないですよね。 でその知らないはずないんだけど、ただ政治的な立場として、そういうことをそのメディアに書かれてね、え本当であれば、月内流用養するようなこう雰囲気でねえ、言ってたものがです、ね、21日の、まあ、知事会でね、えーまあ、顔を出すというようなところまでこう、ね、ある意味、前倒しで公務復旧をしなければならなくなったということに関しては、皆さん、怒るっていうのは、それはまあ、 リズムとしてはね、いやでもそうは言ったって、だって出てこないのおかしいじゃんっていうね、その話になるわけですよね。なので、やはりその、まあ、例えばその、十、まあ、秒説の話をね、まあ、どこまで引っ張るかということだけじゃなくて、ですねもうその次の展開として、えじゃあ、この都政をね小池悠子さんはどこまで新たにこう、ね、気持ちを変えて引っ張っていけるのかっていうことも含めて、えじゃあ、それは難しいのであれば、それこそ後釜、だにするねんと、じゃあ、副都知事とね、宮坂学さんを担いでね、選挙戦,戦、戦うって言って頑張るのか。ででもそれではそあの そらく、次の都、ね、民ファーストがです、ね、都,都議会選挙で、まあ、大変なことになるでしょうということが目に見えているので、まあ、そうならないようにするためにより良い人を選ばなきゃいけないということを考えるのかもしれないしもちろん野党は野党で、ね、あの県道朝来を頑張っていかなきゃいけないところで、まあ、それこそ結構有力な、ね、候補者の方もその名前が上がり始めているような状況ですから、まあ、そういった点でいうとその小池百合子さんとしてもうっかり辞められないというような状態になっていても確かにおかしくはないなというふうふには思います。だから私なんんかも小池由里子さんの、ね、今まで その本当に病気をされてね身体極まったってことなのであればそれは本当にこうまあ彼女の本当にこうあの政治家人生の一つの区切りとして良い形でそのうまく辞任しておいていあの次をさらに目指してほしいっていう,う気持ちに思いますの、ね、でそれはもちろん当然そういうことになるんだろうなというふうには思いますただあの、まあ、今回の件であのあの僕らがすごく気にしてるのはですね まあ生田直之さんというそのはテクノシステムの問題でその小池百合子さん事情を聞かれてるんじゃないのという話がやはり出てきているわけですよね。これ何なのかというとそのまあもうすでにそのまあ逮捕・拘留されているその生田さんがそのまあテクノシステムでえまあ大規模なそれこそ10億円以上のお金をですね不正的にそのまあ着服をしたとでさらにそれ以上のねお金をそのいろんなところにまいていたんじゃないかみたいな疑惑がやはりありますねと。でこれは過去にさまざまなところで,ですね例えばその小泉孝太郎さんがねイメージキャラクターに起用された えまあ横須賀のね小泉家が非常に強い関与をしてるんじゃないかとかもしくはそ,のそこにかかり合いのあった大阪の自民党元議員の方ですね元衆議院議員の方がそこにこう深く関与されてたんじゃないかとかもしくはその参議院で非常に強い県政制が起こってらっしゃるとあるまあ重鎮の OB の方が。 あ、非常にその深い関わりを持っていたんじゃないかとか、まあ、さまざまなその疑惑は出てくるんですよね。で、そこの中でいくと、やはり、その、まあ、テクノシステムそのものの問題というよりは。その周辺にいる、その政治家の人たちがですね、そのソーラーパネル、メガソーラーのその許認可をめぐって、大きな。一大利権を作ったんじゃないのっていうようなね、大衆創建的なネタがどうしても出てきてしまうんですよね。まあ、そこに、やはり、その東京都の小池百合子さんが、何らか深い関わりがあったのだ。これには、その、一部縁因があって、まあ、ご親族の水田正弘さんの話があったりとか、まあ、さまざまな人たちの。 その名前が浮かんでは消えているその報道もある中で,ですねやはりその具体的にね知見からそのお話を聞かれているというような風評が立つとですねそれはそのたぬきねりでねあのそこまで10秒じゃなくて本来ならやめなくてもいいようなところでもわざわざ引っ張って。 えー、知見からの追及を今まで逃げてるんじゃないかみたいなことを言う人たちも出てくるわけですよね。まあ、その辺は本当に憶測の世界なので,です、ねまあ、あ々からするとその、まあ、どこで、ね、どういう形でその彼女が出てきて、まあ、どうやってね、えーまあ、都政をこう立て直していくかみたいなことをそのきちんとお話をできる機会を待たざるを得ない。でそれはやはりその木下富美子さんが、ねえー、無免許運転でどんとやらかしてですね、でそれであの、まあ、なかなか都庁に出てもでで出てこれなくなっちゃったみたいな話があるわけじゃないですか。であ,れもある種その掃除系として小池百合子さんも、ね こういう話をこうあの記者質問からなんかで投げられるとですね答えたくないんじゃないのみたいな話はやっぱメディアからすると思うわけですよねだってもし僕自分がその、えー、都庁クラブでね質問できるのだって一番最初にそれ聞きますよねあなたテクノシステムどう思ってるのという話はしますよねでおそらくそのお、まあ、証拠付きでその具体的に知見から聞かれてる内容もね一部メディアでは知られてるわけですからそれをいきなり最初に聞かれたら大変なことになるわけですよそのあたりも含めて小池合子さんもそのねあんまりこう出ようにも出られない出たくないっていう事情が別であるとするならばですねそれは きちんとその釈明できるような残念をきちんと組んでですね前を向いてその話をできるような環境でですね出てきてほしいなぁなんてことは思うわけですよね、でさらにやっぱり自民党、副党とね、都民ファーストの会じゃない、ファーストの会だ、ファーストの会のその定たらくの後始末がまだ終わってないですねと、でこれはやはりその、まあ、いろんなね関係者の人たちが、やっぱりそこにはその、ね、期待を持って取り組みをしていたわけですから、はしは外れてるわけですよ。 でもちろんそこにはね、いや実はその小池さん具合悪かったとか、あの彼女自身はそのもともとね、えー、鳩山家とあまりそのまああの協調するつもりがなかったんだけど後から言われてもですね、だってやるって言ったじゃんみたいなね、いやあしゃゆあの出てくるとですね、それはあのまあそういう話を聞かされてな、ね、い側近の方ってまあ本当に側近だったのかよみたいな話になっちゃうんですよね。それはやっぱりその恥ずかしい思いをするんですね。まあそうならないようにうまくね。 あのまあまあまあと、まあ、お互いね、立場とね、あの短い期間での調整事だというね、えー、お互いの負い目あるじゃないですかってことで、まあ、まあ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 っていうような感じになってくると、えー、なんとかね、つ字が見えるのかなというふうに思うわけですね。まあ、そのこういうことを考えていくとですね、えー、小池百合子さん,さんの,その身体っていう観点からするとですね、決してそこまで深刻に思わないまでも、ですね、まあ、万が一のことがあったときにどう対応するのか、さらにはその、治、ま、験、あの問題あってみたりとか、ファーストの会の後始末があってみたりとか、もしくはそのね自民党の副党問題とか、さまざまな、そのね、 ジレンマの話の中でですね彼女が何を考えてるのかってことをやはりね突き詰めて考えていくとやっぱりその面倒くせえってなってる可能性は僕はあると思ってますあのいちいちこんなことをね私に聞かれても知らないやらと いうことをね言いたいんじゃないのかななんてことはねあ,のあくまでそのまあ周辺でねこう,こうやってこうやって見てる限りでは思うなっていうのはとはあるんですけどね。はいということでですねまあ、ちょっとね今回スポンチの話が前に出過ぎてですねスポンチが悪いみたいな話になってくるんでそれはまた違うよということを皆さんにはぜひ知っておいていただきたいっていうのとそのスポンチのそのネタ元になった棒、まあ、おっさんに関してはですねまあまあ何ていうのかなそのあくまで あの30日辞任がシナリオとしてあった場合に都庁として何をしなければならないかを検討したまでであると。 いうことをおっしゃってたら、まあ、それはそうだよね。そのぐらいのことを当然ね、万が一のこともね、当然3週間も登場しないと考えるよね、というようなことだと僕は思いますけどね。なので、皆さん、ね、その辺の話もその含めてですね、今後の,その小池栄子劇場みたいなものがですね、もしあるのするならば、ぜ、え、ひ、ー、興味を持って見ていっていただければいいかなというふうに思いますね。えー、50, 円50億円ガチャが1月末に起きるのか起きないのかっていうのは個人的なね、えー、関心事だってですね、誰が出てくるのかなということも含めて、えー、また一つね、読み筋て考えていきたいなと思うんですけど、まあ、できれば小池いう さんがねあと3年残ってる任期をしっかりと務め上げていただいてですね東京のレガシーはやっぱ小池る子とともにあったということを、ね、みんなと力強くですね言えるようなこう、ね、なんかが起きてほしいなというふうに思うんですけどね難しいかなということで、えー、まあ、皆さん頑張ってくださいねはいということでありがとうございました失礼します。